さあ後半戦です。はい、はい、引き続き R 藤本さんと、はい、ポイズンの吉田さんに、はいはい、お願いいたします。ということで後半はですね、LINE グループ体質奥義でございます。はい、はい、まあ、グループ LINE、はい、皆さんこういろんなグループ LINE 入ってると思うんですけども、はい、なかなかこう溜まっていきませんか、ずっと。いきます。特にね、はい、ライブの連絡とかはありますもんね。はい、なんかその日だけのために作ったやつとかも、うん、稼働してないグループとかもね、たくさん、はいはい、あるじゃないですか、うん、でそういうの体質ってどうされてます？俺はしたことない。あ、もうこのグループライン稼働してないなっていうのを数ヶ月ぶりに、はい、恐る恐る見に行って、たら何人かが退出しました、退出しました、退出しましたっていうのを見てやっと、はい、あ、それ以外は無理。確かに。じゃあ自分から一番目に退出するなんてことは無理無理無理。ああ、まあしないか。藤本さんも非表示みたいにするんですかね。あのミュートでミュートほどじゃないですけど、はい、うん、まあなんか誰かが投稿すれば出るようにな。なるほど。じゃあ基本は退出しないっていう。しないですかね。もうそのイベントのとかはもう終わったら抜けれるじゃないですか。うん、まあまあまあ、そうですね。はい、じゃないのは基本しないですね。はい、なので、まあ、僕もそうなんですよ、うん、なかなか一番目に退出することができないので、うん、まあ、そういう方たくさんいると思うので、はい、ちょっとですね、自然に退出してみようという企画でございます。はい、いいじゃないですか。はい、でここにですね、ちょっとそのグループ LINE の、テーマがありますので、はい、うん、テーマ、まあ、仮にこれがあったとして、はい、今この3人のグループラインがありますので、うん、この会話をしながら自然なタイミングで退出することができるかどうかっていうのを一人ずつチャレンジしていこうという、はいはい、ちょっとやってみたいと思うんですけど、一人ずつ、はい、なるほど。なので、はい、例えばじゃあ僕が退出するってなったら、はい、他の2人は、こう、何ですかね、まあ、退出させないようにって言うとあれですけど、うん、普通に会話するわけですね。そうですね、はい、で、うん、僕が自然なここだと思ったら退出します、うん、はい、はい、でもうあこ全然自然じゃないぞと思ったらすぐ招待してください。わかりました。はい、で、まあ、なんだよと、はい、あ、ごめんごめんと、うん、はい、で自然だなと思ったらそのままでそこで終了です。あ、はい、はい、でだからこれ招待し直されるのが3回招待し直されたらその退出する人がうまく退出できなかったということで負けです。退出失敗、失敗です、うん、はい、っていうのをちょっとやってみたいと思うんですが、はい、うん、大丈夫ですか、ね、これもしかしたら、はい、あれですね、あの相当な人生勉強じゃないですけど、はい、今後皆さんも活用してくださいぐらいになるかも、はい、もしかしたら。そうですよ、これは、はい、ちょっとね、いろいろな社会の場で、はい、うん、我々を反面教師にしてみたいなことも、うん、もうありますし、はい、はい、まあ、ちょっとやってみましょうか。はい、はい、じゃあまず誰が退出するかを、はい、じゃんけんで最初、はい、決めましょう。じゃんけん負けた人、負けた人、はい、最初はグーじゃんけんぽい、お、最初はグーじゃんけんぽい、あ、あら、じゃあ僕ですね、はい、したことあるんですか。したこと、はい、あ、退出だからさっきの吉田さんと一緒です。誰かがしてからだよね。してからですね、はい、野田軍団っていうのが1年ぐらい稼働してないおあのしたいんですけど、ね、アイアム野田軍団です。野田軍団他に誰がいるんですか、それ。誰いたかな、はい、誰いたかも分かんねえ、はい、4人ぐらい多分いたと思う。なるほど、はい、じゃあちょっと行ってみたいと思います。じゃあここにトークテーマ3つあるんで、はい、ちょっとじゃあ吉田さん何かとか言って、ね、聞いてもらっていいですか。はい、じゃあこれで、あ、芝居の誘いが多いグループライン、だから、まあ、舞台だったりライブだったりっていうその誘い、なんかね、たまに舞台とか出させてもらうことがあって、その時すごい楽しくてグループライン作るんですよ。でもそこからまあ会うことあんまりないじゃないですか。そうするとそのグループラインの中でその個々の役者さんがいろんなこう告知をしてくるっていうのが、まあね、いいことはいいんですけど、ちょっとね、はい、あの稽古期間中は飲みに行ったりとか、はい、あのあそこはだったねとかやれるけど、そうですそうです、はい、本番期間が終わると今度みんなの告知合戦になると、そうです、はい、で特に忙しくて、はい、行けないとより気まずいよね。そうですね、見に行けません、見に行けませんと、はいはい、でも正直いらなかったりもするんで、まあそうですね、はい、それをじゃあちょっと僕がチャレンジしてみたいと思いますので、はいはい、何かしら誘っていただければ、はいはい、で LINE グループの画面が、あります、うん、あ、こちらですね、うん、はい、テストテストテストと出てますが、
じゃあこれをちょっと高さ大喜利クラブから名前変更しますね。どうしよう。じゃあお芝居にします。はい、はい、お芝居ってすごいストイックだな。お芝居、はい、これでもう始めていいの？これもう始めちゃいましょう。はい、これは俺も反応していいんだよね、はい、あもちろんです、はい、いやこのままだと行くことになっちゃうな。切るんだ。めっちゃでけえ。
いい人だった。いい人だった。終わりっすか。え、成功ですか。成功、うん、成功っすか、うん、おお、成功なのか。もう明らかに意思がもう見えてる、ね、はい、うん、そうか、うん、こ、はい、ここまで言われると逆にまた誘った側がちょっと、はい、なるほど、確かに、うん、嫌な感じありましたかね。いや、嫌な感じじゃないですよ。うん、ない。あ、マジですか。全然。あ、じゃあ忙しいんだろうなっていうのも。なるほど、4日間営業じゃないですか。いや、マジで最初の吉田さんの怒涛の爪がめちゃめちゃ怖かったっすわ。ないっすよね。早かった。うん、怖かった。じゃあまあ僕は一招待で。まあそうですね、うん、そうですね、はい、めいっ子がって言ってるもん、はい、めいっ子よく大会押せた。苦し紛れでしたね。じゃあ続いて、はい、どちらか。あ、どっちだろう、はい、ちょっとじゃあ僕行ってみます。はい、じゃあテーマ。あ、はい、これでも苦手だな、これ無理だな、いや、ちょっと、これちょっと、でも皆さくちょっとうまいよ。いや、でも爪が、飲み会の日取り、飲み会の日取り、あ、どうなんだろう。なるほど、なんか、急遽この3人で飲みに行こうみたいなのを、うんうん、はいはい、本当はそこまで行きたくないのにグループライン作っちゃって、うんうん、でもなんかこう抜け出さないとなっていうことですよね、うんうんうん、はい、すみません、ちょっとだけ止めていいですか。はい、はい、ちょっとワイプ作りたいんで、はい、ちょっとそれやってる間に、ちょっとこっち仕込ませてください。あ、わかりました。はい、ということでグループができました、うん、はい、はい、そして今あのワイプを作ってもらったので、はい、なるほど、はい、さっきのところ今こんな感じで、はい、ありますんで、すごい、うん、はい、急遽、はい、はい、ちょっと見やすくなったんじゃないでしょうか、はい、なるほど。そしてワイプ作ってる間に吉田さんがこの流れで稼働してないところを大会してる、1個大会、はい、この今のテンションに任せて。なるほど。去年1回だけやったライブ、はい、うん、もう誰も動いてねえだろうと思って、はい、下見たら金成さんも2週間前に大会してみんな思ってたんだろうなと、ね、うん、よかったです。た、はい、この企画やった甲斐があります、うん、はい、さあということで、このグループラインのタイトルを飲み会に したので、はい、はい、藤本さんが脱出番ですね、はい、頑張って脱出します。はい、じゃあそうかな、自分からも言う行く感じじゃないですか、ね、最初ね、はい、
やいやいやいや。これは無理ですね。ああ終了ですね。だって本当にそうなんだろうなって思うもん。はい。いやーちょっと罪悪感がすごいです、ね。そうか。そうですね。全部周りのせいにして。いやーなんとかね。こうなんか俺らはウェルカムだよみたいな感じを出してくれましたけども。はい、いやいやなかなかでまあ。一招待で、はい、はい、あ、そうですね。一招待やっぱなっちゃうですね。はい、うん、じゃあもう、はい、ラスト、あ、俺絶対これできないわ、はい。これちょっとまず藤本さん一回招待します、ね。結構グイグイその誘う側来る。いや、そうそう、すごいなんか慣れてる感じが。そうね、はい。違う人格が乗り移る、ね。人誘う時、確かに。じゃあラストお題はこれです。はい。うん、はい、なんだろう。え？あ、キングオブコント、キングオブコントの、どういうことだろう。だからキングオブコントの話題で、なるほど、のトークのグループラインってことですね。なるほど、はい、そういうことか。はい、
はいはいはい、これはなかなかね、はい、難しいかもしれないですね、そのそうですね、いやこれこういう決めるもんじゃないですもんね、はい、日取りを割とお笑いに関係してることだから、うん、なかなか退出しづらいですけど、うん、一番難しいかも。じゃあちょっと、ここを変えますね。じゃあ行きましょうか。はい、はい、何話してる？もうじゃあいいんですか？はい、もう大丈夫です。早くない？これは全然ダメですよ。これはひどいな。どうして問題がある？これはひどい。いける、これでいけると思ったら。いけませんよ、こんいやもう気難しい人だよ。いやマジお前はダメだよ。ちょっとめちゃしてる。
ね、まあ終了ですね。熱いですね。この人は。いや、いや、まあでも大会する必要はないよ。そうですね。はい、そうですね。まあでもなんか、うん、ワクワク、うん、大会しました。お笑い好きなのは伝わりました。そうですね。未だにシャットアウトしてるんだっていう。なかなかですよ、はい、絶対入ってきてるだろうっていう、うん、まあでもこれ2回招待されましたから、はいはい、まあね、一番ダメで通招待。いや、ちょっと最初早すぎですって。最初早すぎるのよ。すぐ見切りつけてたもんな。まあまあ、ね、こんな感じで、はい、参考になればと思いますの で, そうです、ね、はい、はい、ぜひぜひお願いします。うん、でもこの遊び俺、はい、10代で流行りそうな気がする。大会系は教室でできるし。確かにそうですね。すごい流行ると思う。ロールプレイ的なことですね。まあ、あんまいじめとかに繋がんなければいいですけどね。うんうん、そうですね、うん、はい、じゃあぜひぜひ、はい、学校とかでもお手軽にやってみてください、はい、以上、LINE グループ体質大喜利でした。ということでエンディングです。お、はい、はい、何か告知の方あれば。うちは大丈夫ですかね。はい、一応10月9日にこれ配信予定。ああ、なるほど。はい、はい、あの大宮の劇場で毎月 DB 芸人 VS ライブという、はい、まあ、あのいろいろドラゴンボール芸人が出るライブやってますので、うんうん、はい、はい、毎月やってますので、よかったら、はい、はい、はい、ぜひぜひお願いします。はい、吉田さんは何か。僕は10月12日に、はい、ロックカフェロフトっていう新宿の新しくできたところで、はい、なんかライブやってくださいって言われて、一人で喋るんですけど、はい、客席に芸人が2人いて、はい、それに突っ込みながらやるっていう、はい、ちょっとヤジが飛んでくるみたいな感じの。そうです、そうです、はい、新しい新感覚のライブですね、はい、ですね、そうです。もしよろしければ、はい、お願いします。はい、一応高さ大喜利クラブのツイッター、はい、こちらにありますので、フォローしていただいて、何か、ご意見あればこちらまでお願いいたします。はい、はい、ということで、第11回、うん、高さ大喜利クラブでした、はい、終わり。